みんな校舎に戻れ。教室で自習していなさい。今日の授業は全て中止だ。校舎から出るな。監察委員の生徒は残ってくれ。現場処理がある。なんだ下僕よ、わらわを呼んだか。あなたがやったのか。何の話じゃ。戦国の騒ぎのことか。わらわがやったが、それが何だというのだ。なぜ彼女を殺したんだ。ただの戯れ事だ。そう本気にするな。あの女はわらわが殺したのではない。もちろん殺しても構わぬが、やっておらん。だ。あなた。
やってないんだ。なんだ、わらわが信じられんか。面白い。わらわがそちに嘘をつく必要があるとでも。アホ者のあがきのおかしいことよ。誰？あ、俺さ。あのさ、先生があんたを呼んでるよ。井上先生。そう。みんな、今はすごく不安定だ。そうだね。また先生が死んだし。それだけじゃないさ。井上のやつ、崩落を片付けるのを諦めたみたいなんだ。
今ある食料は夏が終わるまでしか持たない。その前に救助が来なかったら。山にある山菜を摘んだり狩りをしたりすればなんとかなるよ。山菜だけじゃ腹が満たされない。腹を空かせて弱った体でどうやって狩りをするんだ。それに武器とかもないし。どうもな、もう秩序が崩壊しつつあるような気がする。生徒たちの間の雰囲気がおかしい。卒業できると思ってた。卒業がいいこととは限らないけどさ。もしも食料が足りなくなったら、残った先生も死んでしまったら。じゃあ、伝えたから、俺は先に教室に戻る。秩序が崩壊しつつある。もう事態を放置できない。連海学園の秩序は、市政の共同努力でようやく維持されてきたものだ。しかし今は次々と恐ろしい殺人事件が起こっている。しまったんです。先生、早く解決策を考えましょう。
あら、こんにちは、重幸。僕は今からこの件に対する対策委員会を作るつもりだ。生徒会の監査委員ではダメなんですか？あれじゃダメよ。おそらく中に内通者がいるわ。計画が殺人犯に漏れてしまう。あなたたちは今までの殺人事件の犯人を知っているんですか？当然よ。座れ、さとみ。はい。まったく、見逃しそうになっちゃったわね。雨宮かきつばた。犯人はこの人よ。これがうつぎの調査結果だ。雨宮かきつばたは普段はとても控えめな生徒だが、それは表面だけだ。実は彼女はある学生秘密結社の革新幹部なの。秘密結社。どんな？教師を殺し、新しい校内秩序を作ることを目的としている。
そんな簡単に理解できないよね。でも、重幸にとっては都合がいいかもしれない。この学生で構成された秘密結社こそが、今の状況を悪化させている原因だ。そうよ。彼らこそが全ての問題の根源なの。先生、僕を呼んだのは。君は対策委員会の成員になって、私の助手を務めてくれない？うつぎは君を信頼できる人だと思ってるんだ。信頼できる人ですか？任せてください。僕はあなたと一緒にこの秘密結社を潰します。委員長、あやめって呼んでいいよ。では、時間がないから、今すぐ特別行動に移ろう。ちょっと待って、構成員は二人だけなんですか？私たちの目標は、雨宮かきつばただけよ。他の人たちはそれぞれの任務があるから、私たちはこの一人を排除することに集中すればいい。排除とは？相手を降伏させること。もしできなかったら。殺せ。人を殺すの？状況が非常に切迫している場合はそれしかない。それに忘れないで、
始めたのは向こうだから、私たちは自衛しているだけよ。それに、もし向こうに武器とかあったら、どうしよう。これは…これで安心だろ。こんなことまでしなくてもいいんじゃないですか。君が預かっておいてくれ。できるだけ使わないようにしましょう。さあ、出発しよう。緊張する？あやめはどうしてこんなに冷静なの？私が前にいた学校でも似たようなことが起こったの。生徒たちが先生に反抗して校舎の一部を占拠して仮の要塞に改造したのよ。結局どうなったの？結局ひどいことになって思い出したくもない。ごめん。だから今回は絶対に同じ過ちを繰り返さない。みんなを守るのよ。計画は？重雪がカキツバタをおびき出すのよ。
僕、なぜ僕？向こうの組織は君に興味があるから。君は一人で坂口信を倒したんだもの。君も坂口信の死と僕の関係を知ってるの？ええ、もちろん知っているよ。それに須永圭一のことも知ってるよ。ってことは、安心して、あれは重幸のせいじゃないから。でも、もしかして罪悪感があるの？当然あるよ。あのことは全部忘れてしまいなさい。あれらは些細なことに過ぎないの。考え込んでないで、計画に集中しよう。うん。カキツバタは組織の中で計画の実行部分を担当しているから、他の人より多くの情報を握っているはず。できれば彼女から他の全員の情報を聞き出したい。私たちの行動はできるだけ他の生徒に見つからないようにしましょう。裏山でやるわ。どうやって彼女をおびき出すの？彼女がよくいる場所に何か置き手紙をするのよ。そう、音楽室。手紙を音楽室の中に貼っておけば彼女が見つけるはず。私がメッセージを書いておくから、重幸はそれを音楽室のどこかに貼っておいてくれればいい。裏山に行ったら、私は君から離れたところにある草むらに隠れておく。カキツバタが現れたら行動する。大丈夫？この計画。安心して。私たちにはこれがあるんだから。
なことになるとは思わなかった。これは今ある秩序を守るためよ。みんなのためだから。あなたは嘘をついているわね。ジンマに対抗できる武器を見つけたと、坂口信を一人で殺したという証拠だと。
私たちはあなたが坂口信夫を殺したことに気づいているわ。でもあなたはそれを知らないはず。ということは重幸、あちらの人になったのかしら。いつからなの、重幸。僕もやりたくなかったんだ。手を挙げなさい。武器を着なさい。従えば何もしない。騙されてはならないわ、重幸。この女はジンマよ、人間じゃない。でもあなたはまだ人間。私たちの側につきなさい。何？そうきたか。その担当には神経麻痺の毒が塗ってあるわ。抵抗はやめることね。彼女と同じ目に遭いたいかしら。
は聞くな。というのは実に面白い。なんだ、どちらを助けるか迷っているのか。わらわから助言をくれてやろう。二人とも殺せ。こやつらはあまりに優秀だ。いずれわらわの邪魔になろう。下僕よ、直ちにとどめを刺すがよ。
ごめん。錬界学園のためにやらなきゃいけない。あなたの組織を放置しておけば、もっと多くの無実の犠牲者が出てしまう。それは僕が望む世界じゃない。大丈夫？大丈夫よ。あなたのおかげで助かった。ありがとう。痛いところはない？あんまり痛みを感じない。多分麻痺のせいね。心配しないで。揉みほぐしたら少しは楽になるのかな。ただ抱きしめてくれたらいい。救助隊がすぐに来るから。治療液の体温を感じたいの。そうすればもう少し柔らぐかもしれない。Thank you.
you